やってきました、カレーの店ストマッククロー。こちらはね、静岡県牧之原市相良にあります。カレー専門店ってことか。でもね、情報によるとパスタなんかも美味しいんだって。どんな感じかね、初めてやってきましたんでね、楽しみでございます。午前11時から14時までランチやってます。さあ店内行ってきますよ。はい、こんにちは。お邪魔します。奥の方いいですか。ありがとうございます。店内入ってきました。店内はね、お、スナック風の作りって感じかな。ソファーの席があって、カウンターの席があってね、ゆったりしてる感じだね。メニュー見ていきます。チキンカレーあります。小が600円、普通の800円、大盛りで1200円ね。結構ね、量は多めだそうです。でも値段的には安いんじゃないかな。はい、あります。ドレスドオムカレー、おしゃれですね。これは女性に人気メニューって感じかな。ランチお姉さん来てるんで、これ食べてもらうか。大盛りで、あ、非対応か、残念。普通盛りで行ってもらいます。カレーとコーヒーのお店だからね、コー�ヒーもあります。400円、ただし食事と同時注文の場合は100円引き。おお、優しいサービスでございます。まだあります。スパゲティメニュー、ポモドーロ600円、安っ。日本のトマトソースのスパゲティだって。あとはね、プッタネスカ800円、ナポリ風トマトソースのスパゲティ。うわー、ナポリ風か。これはもうね、ランチおじさん食べないとダメです。注文します。あとはカルボナーラ、あ、カルボナーラは終了だって、今はないです。え、ペペ玉だって。なんでしょう、ペペ玉。700円、有名店の看板料理、福岡ラルキーが1265円で提供しているというスパゲティか。それが700円で食べれると、おお、超お得ってことね。ペペ玉、これも食べようかな。よしよし、メニュー決めました。今日はね、スパゲティメニューから2品、ナポリ風のね、プッタネスカ800円とペペ玉700円、食べます。あとはこれね、ドレスドオムカレー普通盛り食べます。ほら、カレー&コーヒーストマッククローさんはね、月曜日定休日でね、ただいまね、ランチ営業のみやってます。夜営業もね、予約があればね、やってくださるということでございます。はい、来たよ来たよ。こちらね、前菜のサラダ、早速いただきます。あ、ニンニク風味のもやしだ。胡椒が効いて美味しそう。いただきます、うん、コールスローキャベツ、うん、うまい。うわ、来たよ来たよ。こちら、フッタネスカナポリ風トマトソースのスパゲティね。お、これオリーブが乗っててね、しかもこれすごくない？超本格的、美味しそうな匂い。さあ、それではいただきます。いや、すごく本格的で大人のスパゲティの香りがします。スパゲティね、ズルズルね、吸って食べるとね、吸うんじゃねえってね、コメントで怒られちゃうんでね、食べます。うまい、大人の味だ。やっぱりいつも食べてるね、ケチャップのね、ナポリタンとはね、もう全然違う。本格トマトソースが、うん、オリーブと一緒に、あ、すごいな。オリーブと一緒に食べるとね、さらにね、大人感が増す。なんかね、ホテルとかで食べても高級スパゲティって感じ。本格イタリアンだね、これ。
うん、味はね、濃いめでね、すごくしっかりした味わい。はい、ランチお姉さん、どうぞ食べてみて。大人の味だから。ほら、来たよ来たよ、こちらペペロンチーノ玉を略してペペ玉。めっちゃうまそう、これ。ペペロンチーノとカルボナーラの合わせたような感じ。さあ、いただきます。いや、これはうまそうだな。あれ、やばいやばい、本当にうまそう。あ、これはうまいわ。めちゃうまそう。ニンニクが効いててね、鷹の爪も入っててね、ほら、味変にね、タバスコかけるとね、さらに美味しいみたいなんだけど、私はタバスコ食べれません。これもね、味がしっかりしたね、大人の味タイプ。しかもね、パスタはね、茹でたてのアルデンテでございます。ほら、ランチお姉さん食べてごらん。これもね、大人の味だよ。ほら、来たよ来たよ。結構すごいね、カレーの量が。ドレスドトムカレーでございます。めっちゃうまそう、きれい。さあ、いただきます。お、福神漬けもついてます。かけちゃうパターンね。いただきます。そこまで辛くはないというね、スパイスカレー。これはチキンかな。お、あ、しっかりスパイス効いてます。うん、そこまで辛くないけど、ランチおじさんには辛い。これランチお姉さん食べれるかな。結構スパイス効いてるよ。ランチお姉さんスパイス系大丈夫だっけ。渋い顔してます。やっぱり苦手みたい。とりあえず食べてもらえますか。ランチお姉さん、どうぞ食べてみてください。食べれるだけどうぞ。はい、帰ってきました。お、まあまあ食べてるじゃん、ランチお姉さんの割に。今日頑張って食べた。今日は頑張って食べたみたいです。うん、このカレー結構量多いからね、普通盛りでこの量か。まあ、店名にあるようにね、コーヒーとカレーのお店だからね、こちらが自慢のチキンカレーになりますけどね。うん、オリジナリティあふれるスパイスチキンカレーね。うん、ちょっとご飯崩して食べようかな。さあ、ガンガン食べます。うん、ほら、チキンカレーのね、チキンもね、ゴロゴロ入ってます。おお、柔らかスパイシー。手作り料理ってね、カレーもスパゲティも大人の味。さあ、最後一味。はい、完食。カレーね、なんだかんだ量すごかったね。普通盛りでね、大盛りのみの量だったね。美味しくいただきました。はい、最後食後のコーヒーきました。ほら、一口デザート付き。店主さんこだわりの入れ方が注いでくれてあります。いただきます。ああ、濃いね。いいね、かなり濃いね。一口デザート、コーヒーにもこだわってね、料理のね、一つ一つにこだわりがあってね、すごくいいお店でした。
ごちそうさまでした。ということで本日はね、静岡県牧之原市相良にありますねカレー&コーヒーストマッククロウさんからでした。バイバイ。